はい、どうも、熊さんです。このコロナ関連のニュースなんだけれども、すごく嫌な記事を見つけました。みんなね、コロナでいろいろ大変なのはわかるんだけれども、ちょっと落ち着こうね。じゃあそのニュース読みます。マスクをつけずに会議に出席、買えなかった職員の男性を懲戒処分、大阪の専門学校。要するにね、マスクが買えなかった社員さんを懲戒処分にしたんだって。ちょっとね、それはひどいよ。ひどすぎる。記事読むね。マスクをつけずに会議に出席したことなどをめぐり、大阪電子専門学校を運営する学校法人木村学園が、嘱託の男性60歳、60歳だよ、もう仕事見つかんないぜ、下手したら。これの出勤停止の懲戒処分にしていたことが28日分かった。同校職員らの労働組合は行き過ぎた処分として同日、法人側に団体交渉を申し入れ、来月には、抗議文を提出する方針とのことです。もう行き過ぎもいいところだよ。もうクモさんはね、実はね、パチンコ屋さんの名前公開もちょっと行き過ぎてるんじゃないのかなっていう気はちょっとしてる人間なんでね。でパチンコ行くのはダメよ、でもこの時期にね。で続けます。組合などによると、男性は今月7日、新年度の事業内容を話し合う会議にマスクをつけずに出席。会議後、法人幹部に未着用の理由を聞かれ、どこに行っても買えない。そうだよ、だってないんだもんね。ないっていうことがニュースになってるじゃん。と返答したという。後日、男性は面談した幹部から、感染源になったらどうするんだなどと立たされ、顛末書を出して、提出して説明しようとしたが、受け取れないと言われ、4日間の出勤停止の懲戒処分を受けた。もうさ、で法人側は取材に学園内のことでありお答えできないとしているっていう、本当にね、嫌な記事だよね。感染源になったらどうするんだっていう、その不安な気持ちはわかるんだけれども、マスク買えないんだよ。ね、買えないの。で、まあ、その事前にね、連絡をするなり相談するべきだったとは思うんだけれども、一言注意をして、で、そのね、まあ、4日間休んでくださいっていうふうな処置だったらまだわかるんだけど、懲戒処分でしょ。懲戒処分なんだよ。懲戒処分として罰しちゃってるんだよ。もうやりすぎだよ。本当に。コロナでさ、みんな混乱してて、でもし流行ってしまえば学校自体が休みになってしまうかもしれないっていうような、不安がね、あるのは分かりますよ。とても売上的にね、マイナスになるからね。でもしかしたら事前に、こういうふうにしますよっていう通達を出していたのかもしれない。したのかもしれない。にしても、そのマスクがなくてさ、困ってる60歳のおじいちゃん相手に怒って懲戒処分。でも、プライド高いからさ、おじいちゃんで、下手したらこれ退職しちゃうぜ。生活どうすんだよ。でね、これが記事を見てさ、思い出したのがこれ。なんかね、4日ぐらい前にね、流れてたでしょ。覚えてるかな？これ、徳島県で、県外ナンバー、要するに徳島県内において、徳島県の外から来たと思われる車に対して、煽り運転とか投石、石投げてんだって。もう本当かよと思って。で、県外ナンバー車に煽り運転や投石、徳島県内新型コロナ絡み差別的行為。徳島県の飯泉加門知事は4月24日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大に絡み、県外ナンバー車に暴言や煽り運転、投石、傷つけるといった差別行為が発生していると指摘、そういった行為をしないように呼びかけましたと。最低だね。差別行為から自己防衛するため、徳島県内在住者ですと明記した車用のステッカーも販売してんの？こんなの配ってるとか、自分で作ったじゃなくて売ってんの？何でも商売にするんだね。ひどいね、本当にひどいね。で、煽り運転を受けた知人の依頼を受けて制作した徳島市の販促企画会社は、みんなピリピリしている、肩身の狭い思いをしている人のためになればとしている。だったら配ってほしかったけどね、無料で。まあ、ただは無理かな、今どこも不景気だからね。で、県によると、県外ナンバーに乗っていたら嫌がらせを受けたと被害を報告する声の一方で、県外ナンバーが多いとの指摘など、ナンバーをめぐり、1日数十件程度の声が寄せられているという。やばいね。なるほどね。で、徳島県は感染者が24日現在で5人と少ない。なんかこのとっても、なんだろう、この
病気になっている人間が少ないっていうことに関して徳島県の方々っていうのはこうなんかこう優位性を持っちゃってるのかな。うちの県は病気になってる人が少ないんだから、その病気だらけの他の県から、来るんじゃねえと、俺たちの平安をこうなんだろう乱すんじゃねえみたいな感じになってるのかな。いやちょっとねそれはね切ない話だよね。で、飯泉知事は21日に感染リスクの高い地域との往来は危険と、県外から人の往来を調べるために県外ナンバーの数の調査を指示。飯泉知事は24日の会見で強いメッセージになりすぎたかもしれないと釈明した。いやそりゃそうでしょう。だってさ、なんか魔女狩りみたいなことしたってことでしょ。県庁が、県のトップが自分でこうなんだろう指揮を取って、誰が県外から来たんだと、うちの県より間違いなく感染者数の多い地域から来た奴らがいると、それは誰だっていうのを調べたわけだ。これはねひどいよ。まあいい、そうこんなのにさ、アホな知事にその影響を受けちゃう県民も県民だけど知事も知事だよね。どんなとこなの、阿波踊りのとこでしょ徳島県って。阿波踊り行かなくなるぜこんなんやってたら。でね、ツイッターを見てみたら、これ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 だよ。ほら、漁師のじいちゃんね、県外ナンバーの車の場合、喫茶店に入るのにもカードをダッシュボードに置いてくださいとのことです。徳島って最低、差別主義とか言いようがないな。本当だね。こんなのを車に置いておかないと、県外ナンバーの車は傷つけられたり、投石されたりするそうです。ひどいね。もういっぱいいっぱいあるよこれ。徳島市長が23日、県外ナンバーの車への嫌がらせが起きているとして冷静な対応を呼びかけた。単身赴任中だという男性は車でも買い物に行けないという訴え。車に徳島県内在住ですと自作のステッカーを貼る人も。自作でステッカー貼るってことは相当頻発してるってことだよね。あ、さっきと違うわ確かに。これデザインが県外ナンバーだけど在住者です、徳島県の三好市かなが作成した、三好市が作成したのね。移動自粛が求められる中、一部で県外ナンバーへの嫌がらせ行為が起きているという。担当者は県外からの在勤者など他県ナンバー、要するに県外から、出張じゃないか、会社の移動とかで徳島県に住んで仕事をしている人たちかなが多いんだからということで冷静な対応を呼びかけていると、怒ってる人いるね、一色さん遅いんだよクソバカ。知事は県外ナンバーの調査をしたことが強いメッセージになりすぎている。県外ナンバーへの車への誹謗中傷や投石、それに煽り運転が見られるようになった。誹謗中傷していいわけではない、当たり前のことなんだけどね、でこの誹謗中傷に警鐘を鳴らしましたと、あれだね、こっちが県知事でこっちが徳島市の市長かな、確か全国で一番若い市長さんなんだよね、いやこいつがさ、こいつがその県外ナンバーを調べたりするからこういうことが起こるわけだよね。なかなかすごい社会になってきたな。徳島県、岡山県は検温で岡山に来たことを後悔させようとする。あ、検温するんだ。とにかくあんたのチェックさせてくださいみたいなことするのかな。で徳島県は、県外ナンバーをチェックしまくる。大阪や東京は企業名の公表する。保証は絶対しない。そう、これあれ、圧力かけまくる方法がだんだんエスカレートしてくる。実際そうだと思うよ。あのパチンコ店もこの時期にパチンコやっちゃいけないと思うよ。熊さんも。ただね、まだ要請している段階で、店名を公開して、まず罰を与えているわけですよ。命令をして、その命令を聞かない場合は罰を与えても構わないと思うんだけれども、要請をして、それに聞かなかったからって言って罰を与える。どうなんだろうね。正直良くはないと思ってますよ。本当に良くない。で、岡山県はあれでしょ、検温でっていうことはもう岡山県に入ってきた時点で全県外の人間に体温を測ってるとか、 37.5 度を超えてないかどうかを見てる。そして徳島県はなんか石ぶつけるみたいなね、なんか防衛隊みたいなのがいるのかな、徳島県防衛隊みたいなのがいるんじゃないので、投石してるのは県外ナンバー見つけたら投石して追い出せみたいな感じになってると。いやひどいですね。
なんかどっかのニュースで読んだけど、戦争の時こんな感じだったんだってね。戦争に反対する人はとにかくにはもう何してもいいと、戦争賛成って言わないんだったらお前ら人間じゃねえっていうのは非国民とか言われてたっていうね。今こんそんな感じなんでしょ、きっと徳島県って。これもひどいね。泉加茂知事が県外ナンバーの車に暴言や煽り運転、投石、傷つけるといった差別行為が発生していると指摘。でね、これ徳島県内在住者ですじゃないんだよ。在住者じゃなかったとしても石ぶつけちゃダメでしょ。ダメだよ。なんかこの看板自体がちょっと的外れてる気がしてならない。本当に。仕事で来ている人たちはもうだってしょうがないわけだしさ。つうかさ、徳島県の阿波踊りのとこだよね。阿波踊り中止したでしょ。もうさ、阿波踊り復活したところでも行かないぜ、こんなことするんだったら。当たり前じゃん、そんなの。もうさ、まあそうやって復讐をするのはあんまり良くないのかな。復讐をするのは良くないのかな。これもうちょっとみんな土地狂っちゃった人だっていうことで、許してあげないといけないんだろうけれども、もうね、たかがね、ウイルスだよ。ちょっと強いインフルエンザだよ、今のところはね。そんなので、こんなね、もう、同じ国民同士が喧嘩したりとかさ、もうやめようよ。一致団結してさ、自粛してさ、で、収束はしないかもしれないけれども、自粛している間に薬ができたりとかさ、ウイルスがいる生活っていうのはどんなものなのかっていうのがみんなね、慣れていくわけじゃないですか。それまでさ、人と人が助け合っていこうぜ。いずれはさ、落ち着いて、普通の生活が戻ってくるんだから、その時にこんな騒ぎでさ、遺恨を残した状態でさ、生活できないでしょ。だからちょっとまあ気が重くなりました、熊さんは。楽しいニュースないかな。昨日のさ、なんか河野さんがなんか UFO に会った時の手順を考えることにしましたとか、ちょっと面白かったじゃん。ああいうニュースさ、テレビ局とか新聞もさ、いっぱい流してほしいように、今はね。コロナのことは十分分かったからさ。というわけでね、みんなはこういうことはしないようにね、これをね、反面教師としてね、徳島県人柄悪すぎ、悪いな、悪いよね、本当だね。でも徳島県の人全員がそんな風だとは思ってないからね。ほんの一部の人はさ、なんだろう、ほんの一部の人だと思ってるからさ、みんな仲良くしようね。というわけで今日の放送は終わります。じゃあね、バイバイ。